1日目の作戦受けてみていかがでしょうか。あ、そうですね、そうですね、なんか、まあ、2号車3六銀のところで、まあ、1五角とか何とかやっていくとも考えたんですけど、とそうですね、あまり何とか生産が持てなかったので、ただそうですね、本譜だと一歩損になってしまうので、ちょっとあんまりなんていうか、まあ良い進行ではなかったかなと感じていました。3七銀は予想はされてたんでしょうか。ああ、そうですね、まあ5八銀、まあ同銀同金の局面、まあ手が広いかと思っていたので、そうですね、なんというか、まあ、なんていうか、細めた手に対応できればと思っていたんですけど、そうですね、そのまま打たれると催促されている形なので、まあ、こちらも、なんというか、まあ、やっていくような展開になるかなと、はい、思いました。今日の午前中の進行を振り返っていかがだったでしょうか。ああ、そうですね、まあ、4三銀、そして3の銀と打たれて、ちょっとそうですね、そこで、まあ、なんか単に なんていうか、まさに陣内と取っても同じように進めるべきだったかもしれないですけど、ちょっとそうですね、そのあたりのなんか比較がよくわからなかったです。そうですね、一応なんか、まあ、桂を取って、まあ、7四桂の組み立てではあったんですけど、ただそうですね、こちらもそんなですね、色が多いわけではないので、難しいのかなというふうに思ってやってました。そうですね、一応6号桂と跳ねて、まあ、こちらの玉も、まあ、すぐに寄ってしまう形ではないので、そうですね、まあ、まあ、こちらとしてはなんだか仕方ない感じかなと思って入りました。攻めがつながりそうななと感じられた局面はどのあたりだったでしょうか。ああ、そうですね、そうですね、7分7で進んで、結構そうですね、なんか4筋にそうですね、歩が立つので、こう、まあ、受けづらい形なのかなと思いました。ちょっとそうですね、長考した場面で、なんというか、あまり考えても、なんというか見通しが立たないことが多かったので、ちょっとそうですね、そのあたりのなんというか判断力を、なんというか上げなくてはいけないのかなと、はい、感じました。戦ってみての羽生九段の印象を教えてください。あ、はい、そうですね。そうですね、なんかこちら、が結構そうですね、予想していないって言われることも多くて、結構なんていうか、それで、そうですね、まあ、こちらがなんていうか投稿するということが多かったので、そうですね、やはりなんていうか自分にはないものを持たれているのかなというのを、はい、改めて感じました。第2局は来週の土日、大阪の高槻になりますけども、そちらに向けての抱負をお聞かせください。あ、はい、そうです、まず何ていうか本局を、まあ、振り返って、なんかまず局以降より内容を良くしていけるように頑張りたいと思います。1日目出だし、出だん角換わりを選ばれまして、去年は 1局だけ、その前は2年ぐらい前にされてっていう作戦を今回選ばれたという理由は、お聞かせください。ああ、そうですね、まあ作戦の一つとして、まあ、まだ可能性もあるのかなと思ったので、え、まあ、やってみることにしました。1日目作戦面を振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、封じて前後局面はちょっと何やっていいか全然わからなかったですね。ちょっと手が広いので、何が良かったのか悪かったのかわからないまま指してました。一晩ずっと考えられて3七歩選ばれたと思うんですけども、この時は選ばれた理由はどうお聞かせください。
いや、他の手をちょっと何をやればいいかもわからなかったんで、まあ、3七歩もそんなに生産だったわけじゃないんですけど、まあ、他の手もそうですね、ちょっと面白い手も見つからなかったので、まあ、思い切ってやってみたいな感じですかね。午前中の戦い振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、いや、なんか銀の位置を2五にさせられて、ちょっと色の変化の時に当たりになるんで、いや、うまい組み合わせでちょっとまずくしてしまったのかなと思ってました、ね。角のラインで銀が取られちゃうケースもあるので、ちょっとそうですね、2号があんまりいい場所じゃないので、はい、金を取らずに銀を上がった手が結構控室では意外だっていう声が上がりましたけども、その辺の判断いかがだったでしょうか。あ、いや、もうでもあの局面はもうダメだと思うんで、ちょっとその前に何かあるかっていうことだと思います。そうですね、やっぱりなんか細かい変化のところをやっぱりもうちょっと掘り下げて、まあ、考える必要はあるかなということは感じました。藤井王将との戦い、非常に注目されているタイトル戦ですけれども、2日制初めて戦ってみての印象はいかがでしょうか。そうですね、やっぱりなんか言って言って、あの深い読みの裏付けで、まあ、刺されているんだなというようなことは対局して感じました。タイトル戦も2年ぶりで、あの感覚を思い出しながらというお話をされてましたけども、一局終えてみてそちらの方はいかがだったでしょうか。そうですね、まあ8時間も、まあ、長いようで短いんで、やっぱり時間の使い方も課題にはなるかなと思いました。来週の土日になりますけども、何に向けての抱負をお聞かせください。あ、そうですね、まあ、気持ちを切り替えて、はい、次の対局に集中していけたらなと思っています。